ばんは、遊びに来てありがとう。寒そうというね。台湾さんありがとう。ありがとう、Thank you。こんばんは。お久しぶりです。だって、やっほー。ありがとうよ。ひろのりさん。ありがとう、Thank you。ひろのりさん。皆さん、やっほー、誕生日おめありがとう。で、誕生日誕生日はね、あのね、27なんですけど、ちょっと前の週にはなるんですけど、誕生日イベントに今日から出させていただいております。こんばんは。ゴンさんもありがとうね、ハート。 Thank you。 薄着じゃないよ、だってこれセーターだよ、ニット。ここが空いてるからね、ちょっと寒そうに見えるかもだけど、うん、こんばんは、みんな、やっほー。お待たせしやした。皆さん来たよー。ありがとう。あ、リャンダボさん、ありがとう。あと、天気ね。いけね、遅刻遅刻って言ってるけど、大丈夫、全然遅刻じゃない。14度って言ってるけど、14度です、今部屋。寒すぎる。みなちゃん、こんばんは、やっほー。みんなこんばんは。あ、はるちゃん、ありがとう、エビフライ。もうね、あの、すみっこ暮らしコラボが終わっちゃった、この背景の。こんばんは、カムカムさん、ありがとう。あと、Thank you ね。ありがとうございます。ドリーマーさんも、Thank you。あ、ありがとう。さきおり、やっほー。こんばんは。ギリギリ帰宅だって、お帰り。りゅうさん、車ありがとね。うん、車かわいい、ありがとう。てまさんもエビフライ、テンキュー、ありがとね。てつさんもありがとう。ありがとうございます。マーくんもエビフライ、テンキューね、マーくん。ありがとう。にしきさんもありがとね。こんばんは、みんな。フランクフルトさん、ありがとう。オープン、Thank you。 部屋の温度、アレクサに聞いたら 15.5 度だった。いい勝負だぜ。いい勝負だぜ。私今 14.6 度。はい、ジュンさん、アイスも Thank you。 ありがとね。ご飯も食べてきまして、私。も食べてきたんで、お腹鳴らないはずです。もてゆきさん、ありがとう、ハート。またまた、ただいまだって、お帰り、ただいま。うん、こんばんはね。もてゆきさん、いっぱいありがとう、本当に。テマさんもありがとう。ヒデさん、ヒデさんもレインボースター、テンキューね。ありがとうございます。あ、いや、ハッピーバー。みんなありがとう。うん、ちょっとフライングだけど、みんなありがとね。来週お誕生日です。ヘモディータさんもエビフライ、テンキュー、ありがとね。こんばんは。ヒデさんもありがとう、エビフライまで。メデナイさんもテンキュー、ありがとう。こんばんは。うちのワンちゃんがあたいの刺身をパクった。取られたってこと。カズミンさんもエビフライ、ありがとね、みんな。つづいとさんもありがとう。ハイト、テンキューね。スパグリマさんもありがとう。ハイト、テンキュー。日本手線のホーム位置が変わって混乱中って言ってる。日本手線変わったの、ホーム。こんばんは。ねえ、めでたいさん、レイモンタジュコ、ありがとう。嬉しい。あの、今日からね、その誕生日イベントっていうのに出させていただいておりまして、今回、あの、去年も出させていただいたんですけど、ちょっと今年は1位をね、目指したいなと思っております。ガチイベとかではないんですけど、ただこう、ね、ちょっと誕生月ということで頑張りたいなと思っています。みんなもね、楽しんでもらえたらなと思います。思いますばかり、楽しんでもらえたらなと思います。日本語が下手くそです、申し訳ない。こんばんは。
31.4 度でなんかすんませんとか言って、あったかいね、今日は寒いからアイス食べてないよね。今日食べてないアイス、なんてことだなんてことだ、今日アイス食べていないぞ。こんばんは。すごい、めでたいさんでいます。タイプありがとう。嬉しい。Thank you ね。こんばんは。ウデスパさんもありがとう。エビフライ、Thank you。バクリモちゃんもハート。ありがとうね。スティートさんもありがとう、エビフライ。渋谷駅週末工事してたのよ。あ、そうなんだ。週末？もう渋谷駅ただでさえわからないのにまた変わったら余計わかんなくなっちゃうよ。いや、さっきぶりお風呂入ってきた。おかえり。最終日にホールケーキ食べるなんて。でもケーキさ、そのイベントが26までなんですよね、このイベントが。で、誕生日27なんですけど、27からのもあったの、誕生日イベント。でもさ、そうするとね、終わりの最終日が12月に入っちゃうから、だったら11月の方がいいかなと思って、まあ今日からのにね、出させていただいてるんですけど、どうしようか、27にケーキ食べるかどうしようかなマツさん、Thank you、 流れ星ありがとう。じゃーんっていいなあやが頑張ろうとしたのに午前中のミッション忘れてて泣きそうって雪マークついた新潟、うわー最悪だみんな来るぞ雪が。がっちゃん、ありがとう。エンジェルくまちゃん嬉しい。くまちゃん、今年ってガチイベ出る予定ある？今のところなんかイベントのさ、ページとか見ても出たいなって思えるものは今はね、そのガチイベでないけど、わからないな。12月になってもしコスメとかね、お洋服のイベントだって、あと今年出たいって言ってたドレスのイベントとかがさ、もしあったらね、ちょっと気になるけど、まだどうだろう、まだ出てないからわかんないな、イベントがどうしようかな。分かり次第すぐね、みんなにも相談するけど、なんか確かさ、去年ロム&さんのコスメのイベントがさ、12月、あ、シーンか、シーンのイベントかがさ、12月に出たんですよね確か。24.2 度、みんなあったかいな、ハクロンさんありがとう。Thank you。 タワサさんもハート、ありがとうございます。皆さんヘロー、ヤッホー、こんばんは。アイちゃん大好きかわいいかわいいんだけど、アイちゃん大好き嬉しい、みーちゃん、エビフライ、Thank you ね、ありがとう。みーちゃん、あったけです。今日あやの代わりに、あやの代わりにね、スーパーカップのキャラメルチョコレートクッキーだよ。美味しいよねあれね、箱買いしたくなるでしょありがとう、代わりに食べてくれて。HY キャさんありがとう、エビフライ Thank you。 日をまたぐわけにもいかない。そうだよね、そうなのよ。ちょっと26日は26日で一旦終わって、で27は27でまた配信を改めてしたいので、そうだね、27に食べた方がいい。じゃあなんか最終日は最終日でケーキじゃない何かを用意しようかな。ポピポピさんありがとう。エビライ Thank you。 テツさんもハートありがとね。タイヤ交換明日の予定にしててよかったって言って、明日確か晴れだよね新潟。人って短期間でこんなに髪伸びるんだね。そう。エクステを昨日つけました。昨日お見せしましたが、ロングヘアでちょっと今月来月は行かせていただきます。いい感じ、結構馴染んでるよね。ちょっとボサボサで申し訳ないけど。
こんばんはみんな。シュウイズさんありがとう。また Thank you。 こんばんは。髪の毛の色さ、黒に見える？配信だと。でも暗い方がいいのかな。髪の毛も昨日染めたんですよ。一応ね、グレー系のカラーなんだけど、アッシュグレーに染めてもらったんですけど、結構暗めの色になったんだけど、いい感じ？なんかね、昨日行った美容院 の、 その担当してくださった美容師さんが、その私似合う髪色って何なんですかねって聞いたんですよ。私が私に似合う髪色って何ですかねって聞いたら、まあどっちかといったらちょっと肌の色がね、明るい方というか白い方ではあるんですけど、ただあんまり黒くしすぎるとなんか顔色が悪く見えるって言われたんですね。真っ黒だと。そうだけど、明るすぎる色より、まあ、ちょっと暗めのカラーの方が肌の色とかがこう綺麗に見えますよって言われて、うん、だから、あ、じゃあちょっと暗くしますって暗くしたんですけど、難しいんだって。真っ黒だとちょっと浮いちゃうらしい。うん、こんばんはみんな。去年のガチイベは12月5日か。12月に入ったらね、またなんかイベントが出るのかなとか思ったり。毎日ケーキ食べる？白熊さん、エビフライありがとう。うん、シュウイズさんありがとうね、ハートいっぱい。アシュグレーに見えます？本当に？黒く見えるよね。ミラノイさん、かわいい、ありがとう。うん、今から仕事だから、本日無料分だけ投げに来て、ありがとう、わざとさん。頑張ってね。うまぐるまさんもハート、Thank you。 あや、遅れました、来れてよかった、だって、やっほー。光当てるとまたか、多分ね、外に出たらね、ちょっと違うかもね。うん、綺麗な色、嬉しい。エクステと結構馴染んで、たださ、やっぱり地毛ってシャンプー何回もしてるうちにやっぱり色落ちてきちゃうので、地毛より、地毛っていうか自分の髪の毛より少し明るめのエクステをつけてもらってるんですけど、若干ね、うん、色落ちしてした時に合うようにね。いい感じ、やったー。あー、小太郎さん、虹ありがとう、すごい、ハートと虹ありがとう、コタコタ。くじちぃさんもありがとう、 Thank you。うん、ポピポピさんもありがとね、ハート。私もずっとそう思っててん。ずっと思ってた。普段髪明るい人を急に暗くするとキュンキュンする、だって。髪明るいってもかなり明るい方のこと。うん、私はね、明るいって言ってもそんなにすごいブリーチして明るくするとかはないので、そんな変わらんよね。タナイさんありがとね、エビフライ。マサトさんもありがとう、で、Thank you。 人の地毛って真っ黒、いやもう本当にすごい黒みたいな方って少ないんじゃない？ちょっとやっぱり茶色っぽい方の方が多い気がする、日本人はね。うん、こんばんは、ジュさんありがとう、シロクマちゃんも Thank you ね。マサトさんもいっぱいありがとう、ハート。うん、お外出るの？だって今日は出ないよ。うん、明日はちょっと出かけます、少しだけ。もてゆきさん、流れ星ありがとう。Thank you ね。うん、はるちゃんもエビフライ Thank you、 ありがとう。うん、白熊さんも Thank you、 エビフライ、かわいい、いっぱい降ってくる。ひろしーさんもありがとう。うん、こんばんは。金髪ぐらい明るくしたことあったんだっけ？一回だけ。でも金髪までいかなかったかも。人生で一回だけブリーチしたことがあって、うん、でもね、一回だけだったからちょっとオレンジみたいになった、明るいオレンジ。
みたいな感じになって、その上から色を入れたんですけど、アッシュ系の色で。でもすぐ落ちてきちゃってさ、私オレンジになるのがやっぱり苦手なので、すぐ暗くしちゃいました1ヶ月ぐらいしか明るい期間がなかったね。会社で髪明るい人が暗くしてきたから、あたいのこと好きなのかなって思った。ポジティブでしょ。だってえ、なんでジュースさんがあのキュンキュンするからってこと。まあ確かにどっちもなんか新鮮でいいですよね。いつも暗い方が急に明るくなっても可愛いし、いつも明るい髪色の方が暗くしても可愛いし、印象変わるからね一気に。金髪先生11月27ってみんなやっぱり0時過ぎまで夜更かしさんするんですか。だとみんなどうするんだろう。あのね、実はあの X の方にポストさせていただいてるんですけど、12月17にですね、あの高橋真央ちゃんと新潟で一緒にリアルイベントをさせていただくことになりまして1部から3部まであるんですけど、1部と2部がクリスマスパーティーをさせていただきます。そして3部が私の生誕祭もさせていただくので、そう、皆さんにぜひ来ていただきたいなと思うんですけど、新潟のねルーキーズさんっていう会場でイベントさせていただきます。皆さんとお会いできるイベントになりますねそれでそのチケットの販売開始が11月27の0時からなんですね。私の誕生日の日にチケットが販売されるんですけど、一応先着順になっているので、まあ早い順になっちゃいますね、そのチケットが取れる方が。一応そのイベントの会社の方にはあの十分な数ね用意していただけるというお話ではあるんですけど、ちょっと不安でしたらね、あのちょっと早めにチケットを取っていただけたらありがたいかなと思います。こんばんは。一応1部から3部まで来てくださった方には、その全通っていうんですかね、全部の部来てくださった方に特典もありまして、まあ、まだちょっと詳しいことは言えてない状態ではあるんですけど、もし何かわからないこととかありましたら、チケットの販売のとこ、チケット販売のところにお問い合わせフォームがあるので、そちらで聞いていただけたらすぐあの運営の方からお返事が来ると思うので、お願いしますね。髪の毛染めたことない？本当、まあ、髪の毛ね傷むからね染めると。あ、0時から張り付く？本当にこんばんはみんな。チケット取らないと寝れないですよねって言ってる、みんな月曜日なのに3部行ったら帰ってこれるかしら。時間的にはね、3部もあの最終の新幹線には乗れる時間帯でイベント終わる予定なので、そこは問題ないと思うんですけど、会場自体も駅のすぐ近くなのでね、帰りの心配はないように時間を組んでいただいてるんですけど、まあ、本当に心配だったら、まあ、ホテルとかね取っていただいた方がいいかなと思います。そうですね、0時販売開始で先着順となると早めに、応募始める、先着頑張んないとって言われちゃう。えちご大福さんありがとう、流れ星 Thank you。 チケット取った後ね、あやに誕生日祝いの DM しようだって、嬉しい。27はそのひまたぎで配信はしないので、夕方とかね夜に配信しようと思います。まあそうだね、26日はそのチケット販売開始のちょっと前ぐらいまで配信できたらなと思います。まあグッズとデザインは決まりました
グッズのデザイン決まりまして、そう、あのイベントでねグッズを販売させていただくんですけども、そちらはねあのもうみんなにお伝えしてるんですけど、トートバッグをね作っていただくことになりました。皆さんにぜひ日常で使っていただけるようにシンプルなデザインのものにしているので、よかったらゲットしてください。で、勤務屋さんは十分な数といって当初30くれますそうですね、ただ今回は私だけじゃなくて高橋真央ちゃんも一緒のイベントなので、もう私のねファンの方だけじゃなく真央ちゃんのファンの方も来てくれると思うので、チケットはたくさんね販売していただけるとは思うんですけど、問い合わせるとすごく丁寧に対応してくださいます。ありがとうね、問い合わせてくださった方もたくさんいるみたいで、本当ありがとう、みんな甘やかしたい今の私のねこのショールームでのファンの皆さんのお名前はあやを甘やかしたいにしてるので、ぜひ皆さん、甘やかしたいの皆さん会いに来てください泊まれる人は泊まった方が安心で、そうだね、帰りが本当に不安だなっていう方は、何かわいいかわいいの出てきた、なんだ、部ごとに衣装変えるんだよね、楽しい、そう、1部から3部までそれぞれ衣装変える予定でいるので、まだねどんな衣装着るよとかは言えないんですけど、まあ、一応クリスマスパーティーということと、あと生誕祭ということでちょっとこういう感じのお洋服が着れればいいなと思ってます。まうちゃんとね可愛い服着れたらな、星座待機してるグッズ楽しみだって、気に入っていただけるかわかんないけどね、みんなに、まうちゃんこんばんは、やっほー、コトロさんありがとう、ラブレター、 Thank you、 そのママたち実はその甘やかしたいっていう文字と、そのみんなのこと私ママって呼んでるんですけど呼ぶ時があるんですけど、なんせあのママみたいにみんな優しいのでね、でママたちってちょっとこうロゴを入れたら可愛いかなっていうので、そうみんなに相談してたんですけど、一応デザイン決まりましたシュージーさんキラキラありがとう、マーク、ママくんだった、かわいい、すみっこ暮らしありがとうマーク、シュージーさんだるまちゃんありがとうね、抱き枕はないです行ける人羨ましいなって言って、そうだよね、来れない方もねいるからな、でも本当に今回だけじゃなくこれからもみんなとね一緒にみんなと会えるイベントはどんどんしていきたいなと思ってるので、今回行けないよって方も次を絶対次を次の機会を作るので、会いに来てくれたら嬉しいです。あ、そう、あのねちょっとイベント違うな、チケット販売、チケット販売じゃない、 X の方にツイートさせていただいて、ツイートって言っちゃうすぐポストさせていただいたんですけど、あれちょっと、あ、そうそう、このポスターを作っていただきまして、これね X に投稿してるんですけど、ちょっとごめんなさい、下の方にね書いてあるんですよ、全通特典っていうのがあって、もし1部から3部まで全部ね来てくださった方には特典があります。わらじさん Thank you、 ハートありがとうえ、おやかし隊の人数超えた、スデイトさんも Thank you ありがとう、ワイモブごとに着替えようかなだって、着替えてきてくれるのあやと一緒にラーメン食べる夢、いやでも本当みんなとラーメン食べに行きたいんだよねみんなでラーメン食べに行きたい、トロネオさんごめん、Thank you、 だるまちゃんもありがとう、トロネオさんカメさんも Thank you、
ハートありがとう。ママたちバッグのデザイン完成したのお母さんに見せただって。まあね、完成っていうかそのなんだろう、イメージみたいなのはもういただいてて、これで作っていきますよっていうのをいただいてるので、それは見せました。家族に見せました。カメさんありがとう、ハート、お花も Thank you、 サメさん Thank you ね。電通特典ってなんだろう、スイッチかなとか言って、スイッチだったらすごいよ、私も欲しい、私も電通しなきゃ。やっぱり我々もタキシードとか用意した方がいいだってみんなタキシード着てくれんの。蝶ネクタイつけちゃう。新潟って独特のラーメンあるの、だって独特のラーメンか、え、独特、三条の方はカレーラーメンがありますよね。独特か、あるかな、なんか不思議なラーメン。たけちゃん、たけちゃんありがとう、ありがとう、Thank you。 初見さんもはじめまして、ありがとうございます、来てくださって。グッズかさばらないやつ、まあトートバッグなので、ちょっとまあエコバッグみたいな感じのものを私は作りたいなと思ってて、そう、かさばる、どうだろうな、まあ大きいバッグとかじゃなくて本当にエコバッグみたいな感じのトートバッグの予定です。薬局を貸し切ってあやと薬局探検ツアー楽しそう。お初だ、大変まして、ヤッチーさん、あやです。たけちゃんハートいっぱいありがとう、嬉しい。イベントのお昼に二郎行ったらいいよ、歩いて10分もかからんよ、だってみんな二郎ラーメン食べてくるの。私がってこと、やっぱサンバスーツだわ、だってみんなスーツで来たらなんかドキドキしちゃうんだけど私。なんかスーツ姿はいいですよね、なんか、なんででしょうか。先月201人やから余裕で記録をし、すごい、みんなありがとう、みんないっぱい頑張ってくれてるから。ペチ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 さんありがとう。Thank you ね。フラしたよ、だって、ありがとうございます、嬉しい。タキシード持ってないけどスーツで大丈夫かな。え、みんな本当にスーツで来る。新潟全国有数なラーメン県、新潟ラーメンね、好きな人も多いし、ラーメン屋さんいっぱいだし。こんばんは、中中のひろさんありがとう。ありがとう、Thank you。 みんなで二郎行ったら会場がニンニクになりませんか。そっか、ニンニクが強いのか、二郎ラーメンって。新潟のお酒買ってトートバッグに入れて帰ろう。使ってくれんの、嬉しい。こんばんは、あたいはスケスケのタキシードで行こっと。パトカーの絵文字つけるんじゃないよ。まあ、ジロは注文方法がわからない、なんか油増し増しとかだっけ。こんばんは、ひかさんありがとう、しろくまちゃん Thank you ね、ありがとうございます。いや全然スーツじゃなくても大丈夫ですよ、そんななんかあれはないので、決まりはないので。ただその、まあ、みんなにも前言ってたんですけど、その生誕イベントの時はもう私もちょっとなんか、まあ、ドレスみたいなのを着たいなっていうのはあって、まあ、でも本当にザ・ドレスみたいなのはないので、まあ、ワンピースっぽいちょっとドレスっぽい感じの衣装がいいなって考えてるところではあるんですね。
イベントのためにエクステもつけましたしロングヘアにしましたので、うん、髪の毛もね、この美容院でセットしてもらおうかなって思ってます。どうしようかなって、リボンつけたいんですよね。なんかハーフアップで後ろに大きいリボンつけるのも可愛いなって思うんですけど、こうさ前に見えるかぐらいのこういう、伝わる伝わるかな、大きいリボンをつけてもいいなと思うし、一日店長とかあとファンミーティングの時もここで止めてたので、それもいいなって思ったり、どうしようかな。ただヘアアクセサリーはつけたいんですよね。リボンか何かつけたいんですよね。スーツに合いそうなカバン買わなきゃとか言って学ラン、野菜マシマシ、ニンニクマシマシ、スーツ着てネクタイ緩める仕草やってあげるよなんて急にあや来たよあれってキュンキュンするんですか、ネクタイこう緩める仕草って。どうなの、あれはキュンキュンポイントなんですかね。10年前のスーツ入らないなぁ言ってる。新潟何味のラーメン多いんだろう、何味かな、え、何味が多いですかね新潟。決まりはないけど靴下だけか靴下は履いてきてくださいねみんな、うん、T シャツも欲しいなって言ってるけど一応今回はねトートバッグだけになりますね。うん、初めましての方はありがとう、こんばんは。あやがおしゃれしてくれるんだから前もおしゃれしなきゃ嬉しいな。あやがドレスってことは半袖短パンじゃまずいか、寒すぎるんだけどみんな12月だからね、みんなあのなんかハワイだと思ってる、もしかして。ツーショットの時あやにネクタイ結んでもらおうかな、締められる覚悟でって言ってる私ネクタイの結び方わからないんだよね。リボン作っちゃう貧乏ちゃまみたいなスーツ、貧乏ちゃま、綺麗なお姉さんな感じでよき、ハーフアップのこと。ジュンジュンタケさんありがとう、ハートテンキューありがとうございます。今ちょっとラジオ的に聞きながら作業してたけど、誰が発言してるか分かるものだな分かってるってみんな。サイリウム某アマゾンで980円が最安、あ、980円で売ってる。私いくらだったかなこれうん、白です。タリウム持ってきてくれるの？スターウェブさん、白子ちゃんありがとう。ネクタイしないことが増えたのでわからんっすね。ネクタイね。みんなタキシード着てる中、あたいは島村のおパンチパーカー着てたら浮くかなって目立つね。遠くからいてもわかりそう。いや全然あのスーツじゃなくていいですよみんな、大丈夫だからね、あの自由に、はい、お洋服の指定はないのでドレスコードとかもないのでねブラーニーさんありがとう、ハート Thank you ブラーニーさん。キュンするんですかって言ってる時点であやにゃんには効果なさそう。いやわかんないのよ、そんなやられたことないからわかる、そんなやられる機会ないから、あやみたいな感じでやられることないからさ、わかんないんだよキュンキュンするかどうかが、トートバッグに一生瓶入れる
こんばんは、みんな。私服でネクタイつけるタイプなんで結び方は完璧。あら、本当？ネクタイって自分で結べるかで人に結ぶのは難しそう。私わからないよ。お歌の披露はね、お歌はまだ考えてないんですけど まだね、ちょっとイベント内容もまだみんなにはお伝えできてないので、私たちもちょっと今計画中ではあるんですけど、結ぶの久しぶり。そっか、ネクタイってあんまりはしないか。まあ、会社でね、そうスーツとか着てる方とかは。スーツのインナーをシャツじゃなくて、おパンチパーカーにすればワンちゃん。バッてジャケット脱いだら おばあちゃんさんになる あれにはスーツ持って、スーツはあるかな。ある。自由に GU の服でいいのねとか言って、 GU もバッチリです。今なんかセールやってますよね、 GU。 靴下だけでも大丈夫 スーツも5年以上着てないから、今回がスーツ着る機会かなと思ってる。まあ本当に何度も言いますけど、寒いと思いますからね、みんな。12月の新潟は雪が降ってなきゃいいんですけど、普段スーツ着ないからイベントの日着てたら、あいつどうしたってなるから、スーツは着てかんな そうだよね トークショーがあるんですよ。そのトークショーがあるので、まうちゃんと一緒にお話しする感じなんですけど、まんまはね、多分お話しできると思うので、年下に助けられながら イベントさせていただこうと思います。まうちゃんは私と4歳ぐらい違うのかな。4歳違います。すでに着ていく服決めたけど、スーツとなるとまだウエスト絞らんとって言って いいのよ、スーツじゃなくて。GU のスーツだと1万しないで上下揃えます。GU ってスーツ売ってる？あ、まあそっか、シャツとかジャケットとかで買えばいいのか。短パン、タンクトップは厳しいということかって かなり かなり厳しいと思います。風邪ひきますよ。ワークマンもスーツ売ってんだね。ワークマン人気ですよね。作業服で行く？髪型は七三かしらって。こんばんは。歌いますか？だって。この枠ですか？それともイベントで歌うってこと？この枠で歌うってこと？この枠でも1曲ぐらい歌おうかな。今日さ、寝る前にも少しだけ配信しようかなと思ってて、まあ、ラジオになると思うんですけど、ちょっと11時半とかかな、ちょっと遅い時間に少しだけ配信しようかなと思います。で、この枠も、まあ、もうちょっとしたら終わりますね、一旦。年下に最初から頼ろうとしないって言われてる まうちゃんね、なんか昔からそうですけど、すごいなんか精神年齢が高い。私が低いので、精神年齢が なんか年齢はこんなにも違うのに、精神年齢は多分これぐらいだと思います。同じだと思います。他の部分もちょっときれいめな格好しようだって。でもさ、なんかイベントのために、イベントとか私のイベントじゃなくてもね、なんかそういう、例えばみんなだったらライブとかコンサートとか公演とか、そういうとこに行く時にさ、お洋服考えるの楽しいですよね 私は何かこう、まあ、自分のイベントとかさせていただく時にお洋服選ぶの楽しいから、やっぱりみんなにね、可愛いなって思ってもらえる状態で出たいので、みんなの前に いつか一人でも大きなイベントができるように、屋台は頑張るよ。
まあね、いつかはね、そう、私も一人でもこうイベントができるぐらいの人になれたらすごいなって思うんですけど、頑張らないとね。うん、でも誰かとこうイベントに出させていただくっていうのもすごい嬉しいです。うん、ラジオもやろうかな。もう大好きさん、ありがとう。しろくまちゃん、うん、ありがとう。でも分かります、あやと同期の方、そう、高橋真央ちゃんはね同期です。ただ年齢がちょっと真央ちゃんの方が年下なんですけど、同じ前に活動してたグループの一期生です。うん、真央ちゃんと最初に仲良くなったきっかけは、まあ、グループに入ってレッスンがあったんですけど、そのレッスンの時に立ち位置が近くて、まうちゃんと、そうで、まうちゃんに話しかけてもらいました。うん、そこがきっかけで仲良くなりましたね。まあ同じ中越ということもあり。うん、こんばんは、クールビューティー。なんかね、こうなんか、そ、なんかオーラがありますよね、まうまう。前ね、なんか長岡で普通に卒業、2人とも卒業してからの話なんですけど、会ったことがあるんですよ、ばったり。私は友達と一緒にいて、まうちゃんお母さんといたんだよね。そう、すぐ分かった、あ、まうまうだって。あ、まうまうだってなって話しかけた、私が。うん、あ、まうちゃんって言ったの、え、まやにゃん。私はオーラのかけらもないので。オーラのかけらもないから全く分かんないと思います、本当に。うん、こんばんは、みんな服選び楽しいのよ、あやにちょっとでもかっこいいと思ってもらえるように。もうそう思ってくれてるその気持ちが尊い。うーん、ぶっちゃけトーク、すっぴんパジャマでも可愛い、え、アンパンマンでも可愛いって言ってくれる、むくんで。うん、自分センスないし自分を分かってないか、服選びつらい。いや、私も洋服はね、自分のセンスちょっと分からないもん。難しいよね、お洋服選びってね。こんばんは、まみきちさん、ありがとう。しろくまちゃん、ハートもね、 Thank you。 ゆっきーさんもありがとう。Thank you。 この枠は最後に歌うか、そうだね、ちょっともうちょっとしたら歌おうかな。変な服着てくとおしゃれ番長に叱られそう。叱らないでしょ。うん、この前伝説の一期生って呼ばれてた。コメントしてくれた方がいましたね。そんな伝説だなんて。うん、ママが選んだ服、メンバーが着るやつ、あやに似合うものをよく分かってらっしゃった。雑誌の企画だったっけ。うん、あやにゃんから声かけ、うん、私から確か声かけた、マウマウって。うん、ママは持ってるなとか言って、なんでレアポケモンだから。レアポケモンだからってこと。うーん、そう、にゃんさんのこと中越で、そう、私が長岡で、ママが、まうちゃんが小千谷の子なので、どっちも中越なんですよ、新潟の。うーん、だからまあ当時もね、一緒に帰ったりとかもしてましたし。うん、こんばんは。洋服は似合う似合わないより着たい服を着てるの、それが一番いいよ。自分が好きな服だったり、自分が着たい服を着るのが一番いい。うん、まあ、その TPO TPO を守ってるのであればいいのかなって私は思います。俺のことを街中で偶然見つけて、イベで着ていく服選んでくれた。あ、八郎さんとか、八郎さん、やっほーって言って、これどう。
友達 今日多分みんなで、みんなに街中会っても多分こんな感じだと思います。ヤッホー 偶然だねとか モンスターボール持ってたんかな イトーヨーカドー。メロンジュースね。メロンジュース。メロンっぽいし、メロンジュースにしようか、じゃあ。合わせてきた、みたいな 声が高いですけどね。メロンジュースにしようか、HKT さんの。前は着たい服と似合う服の狭間で迷ってしまうような。似合う服と着たい服が違うの？ BPO、TPO だよね。あれ 新潟引っ越すかーとか言う 新潟いいとこですよ。ただ本当に冬だけは、冬だけは 冬だけはって感じ。綾と真央ちゃんがハンターで逃走中やる？だって。私たちがハンターってこと？やったーって言って、よし、じゃあ行こうか、メロンジュース。にゃんさんにコーディネートしてもらいたい。コーディネートはコーディネート。ちょっと鼻息かけておきますね。ちょっと鼻息かけておこうと思います、マークには。友達で来られてもこっちはモンスターボール構えて戦闘態勢に入る なんで 私たちがハンターね こんばんは、みんな じゃあメロンジュース行こっか、みんな メロンジュース行きましょうか。なんで鼻息で喜んでんのかよくわかんないですけども 行くぜー、みんな。こっちまで飛んできたって何？ メロンジュース 全然音程違う 待って、助かるって何？ 行くぜ、みんな。メロン柄で、メロン柄、メロン色で。走る電車、連結のあたりで、前の車両ずっとちなみしてた。釣り革捕まるあなたの右腕、昨日より日に焼けて、太陽近づいた。だからメロンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞って、あなたにあげたいメロンジュース、こんなそばで憧れている。女子がいるといつか気づいてよね、ガタガタゴトンとハートは揺れてる。いくつ駅を過ぎたら何かが起きるかな。愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目と目合えば満足。痛いメロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中。青春 100% メロンジュース、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 大好きメロンジュース。通学路の出会い、愛しさが募る、胸の奥の果実。難しい。ジュースにしよう。
んじゃちょっと大人ジュース恋は専門学もの夏はメロンジュースそれは夢のジュース思い詰めて絞って愛はメロンジュースだけど切ないジュース一人メロンジュースたまに涙ジュース私片思い中あなたにあげたいメロンジュースあなたにあげたいメロンジュースあなたにあげたいメロンジュースメロンジュースメロンジュース大好きメロンジュースありがとうメロンジュースでした。なんかカタカナいっぱいのさ、昨日もチョコレートディスコもそうだったけど、なんかカタカナいっぱいのやつずっと言ってると、なんかメロンジュースってなんだっけってなってくる昨日はなんかディスコってなんだっけってなってきた。うーん、ありがとう。なんかゴリラもいるね。なんかちょこちょこゴリラもいるけどなんかすごいゴリラいるけど、やっぱりあれかな、うん、あのメロン、なんか果物食べに来たのかなバチバチ、Thank you みんな、ゲシュタルト、うん、なんかあれメロンジュースってなんだっけってなってきた、うん、みんなありがとう。ごめんなさい声が高いね。うん、Thank you ね、バチバチありがとう。あや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 ちょっとうるさくてね、みんなありがとうございます。よいしょよいしょ、いくよー。まずねー、テモさんありがとう。テモさーんオープン、Thank you ね。ゆきさんもハートありがとうございます。マークサイリウム Thank you、 ありがとう。あれ、まみきちさんの白子もちゃ俺言ったかな、私ありがとうございます。あとね、じゅんさんも流れ星、Thank you ありがとうね。こたろさんもありがとう。オンプ、Thank you。まっつーさんもね、オンプありがとうございます。うまくれまさんもハート、Thank you。マー君もオンプたくさんありがとうね、マー君。ありがとう。ひろないさん、サイリウム、緑にしてくれてる。ありがとう、ひろないさん。うん、鈴板さんも、Thank you。ありがとう。ガッチャもね。オープタックさんありがとう。あとね、白熊さんも Thank you。 あとね、オンプちゃんありがとうございます。ぬくぬくまさんも Thank you ね。オンプありがとうあとね、ちょっと待ってね、あ、白熊さんありがとう。オンプちゃん、ガッチャもだるまいっぱい Thank you ね。こたろさん、エビフライもありがとう。もとゆきさんも流れ星、Thank you。 ありがとね。次郎さんも音符、Thank you。 ありがとう。ドリーマーさんもハート、ありがとう。うまくるまさんもありがとね、ハート。デジデジさんもありがとう。音符ちゃん、Thank you。 みんなありがとうございます。うん、ゴリラはメロン好きかなって、うん、スティーフさんは瀬戸内レモンジュースって歌詞書いてる。あ、そうなんだ。レモンジュースってこと？メロンジュースはファミレスのドリンクコーナーでしか飲めない。あ、そうだね。あんまりメロンソーダって買わないか売ってるけど、私ね、メロンソーダはあのクリームソーダよりそのメロンソーダの方が好きかも。あのクリアな方ちょっとさ、あの白っぽくなってるやつはクリームソーダでしょ、多分よく売ってるやつ。あのファンタのメロンソーダ味、メロン味が好きNGT バージョンにするなら、あなたにあげたい。これ、え、なに、金、ん？これ、え、なに、鶴？ん？
NGT バージョンだとなんだろう、日本酒あなたにあげたい日本酒お酒だよね。あ、涼感牛乳、涼感牛乳にする。安田ヨーグルトもあった昨日びっくりドンキーでメロンソーダ飲んだぜ。だってメロンソーダ飲んだの、びっくりドンキー行ったの。いいな、聞いてないよ言ってないあ、そっか、キンズルは日本酒。ファンタ長いこと飲んでないな。ファンタ美味しいよ。私はねお酒が飲めないので。例えば昨日うちの母がチューハイ飲んでて、全然お砂糖とか入ってないタイプのグレープフルーツ味のやつだったんだけど、私にはねやっぱりちょっと甘くないと飲めないなって思った。少しもらったんだけどやっぱほろ酔いですわな。こんばんは。ファンタのメロンソーダセブンイレブンに売って、あ、そうそう、セブンでよく見る。あれってセブン限定なの。メロンジュースに炭酸入れてアイスのせたらメロンクリームソーダになるよ。うわー、でもなんかお家でクリームソーダ作りたいなバスカレージュースじゃないんだよな、新潟で言っちゃうと日本酒楽しみだって。ぜひぜひ皆さん、新潟にねもし来ていただいたら、美味しいものいっぱい買ってください食べていってください。お酒もね好きな方はぜひ。京都レモネード、え、普通のレモネードと違うの。バスセンターカレーは飲み物って言うねカレーはね。ピルクラ味のほろ酔いある。そう、ハピクルサワーだったかな、あれ好き。お母さんお酒飲めます。うちの中で多分お母さんが一番お酒飲めますねお父さん全く飲まない、私も全く飲まない、お姉ちゃんもそんな飲まんかな。でもうちで飲むとしたらお母さんとお姉ちゃんですね。お酒の、なんかお酒飲むんだったらジュースでいいってなっちゃうんだよねせっかく新潟に住んでるんだからさ、お酒ねいっぱい飲めればいいのに、まあ、まだそのなんかすごいお酒の良さに気づけてないんでしょうね私は居酒屋ありますのでぜひぜひ皆さん美味しいご飯も食べてってくださいね。あ、食器さんありがとう、こんばんは。アルコールがあるかちょっとわかんないな、イベントの。どうだろう、アルコール、そこは分かんないな。新潟25年ぶりくらい、本当。まあ多分その会場自体は分かりやすいと思います、駅のすぐ近くなので。前にはお父さんに似て、まあお父さんに似てますね、多分味の好みとかも似てると思います。新潟駅のポン酒館、タバコ吸うのはパピーだけ、お父さんだけですね。タバコは誰も吸いません、私もお母さんもお姉ちゃんも代わりに美味しいものたくさん食べますね、だっていいよ俺もいつあやにゃんにアッシーで呼ばれるかわかんないからお酒全く飲まないそう、ジローさんにね、そう車出してもらわないといけないから、あ、ぜひぜひみんなバスセンターのカレー食べていってくださいね。でもそのバンダイってとこに行かないといけないんだけど、まあそれも駅から歩いて行ける距離なので、まあ近いけど歩いて何分ぐらい、10分ぐらいうん。新潟県民は全員お酒強いって思われてる、県外に行くと必ずやる。お酒強いとあとスキーができるこれは、まあ、ほとんど思われることですね。新潟の人はみんなお酒好きなんでしょ、お酒強いんでしょ、あとスキーできるんでしょ
これは絶対聞かれますね。来場者にあやからフレンドの差し入れがあると嬉しいな。あ、強制じゃないからねとか言うて、気持ちでいいよとか、前の新車にも乗ってくれよ、だって開けといてね、じゃあ。あと10分ぐらいか、バンダイまで10分ぐらい。お酒もタバコもやらないけど、そんなに健康じゃない自分。そうだね。いやー、なんか、まあ、確かにお酒も飲みすぎは良くないし、タバコも体には良くないけど、でも何もしてない、お酒も飲まない、タバコも吸わないっていう人でもさ、絶対に健康体っていうわけではないじゃないですか。気使っててもね、健康に。こんばんは。そう、あるあるなのよ。スキーはよく聞かれた。スキーはでも、ね、滑れるよ。滑れるけど、あの、滑るだけ。バンダイまで駅から10分。そうそう、10分ぐらいだね。レンタカーがないとあまりいろいろなとこには行かれない。そうね、レンタカー、そうだよね。東京みたいにいろんなところにこう電車で行ける、まあ、行けることは行けても、まあ、時間かかるよね。新潟も広いので。田中犬さん、ありがとう。変球流れ星ありがとね。全通するとして分の合間の暇をいかに使うか迷ってる。合間ね、そうだよね。豪雪って思えてるけど、市内の方は意外と降らない。そうだね、新潟も長岡とか上越の方とかは雪がすごいんですけど、新潟市自体はそんなにすっごく雪が積もることってあんまりなくて、積もるけどねものすごい、なんかもう本当に人の高さぐらいまで積もるみたいなのは新潟市はそんなないかな。まあすごい年もあったんですけど、去年とかさ、新潟市結構降りましたよね。違ったっけ。スキーは滑るだけ。そうなんです。100歳超えるおばあちゃんが長生きの秘訣はタバコ言うてたんだって。あ、そうなの、タバコ吸ってるから長生きできたってまあ元々のお体がね、すごい健康だったっていうのはあるかもしれませんね。100歳すごいな。あ、風が強いか新潟市。レンタカーでも結構大変。そうだね、長岡まで遠いですからね。ラジオはね、11時半ぐらいからやろうかなと思います。そうだね、そろそろ一旦終わりにしようかな。今日はちょっと短めで。また、夜なんですけど、今も。寝る前にちょっとラジオ配信しようかな。11時半からやろうかなと思います。そうね、11時半からやろうかな。みんな、あの、明日朝早い方とかもね、いらっしゃると思うので、あの、無理せず眠たい方は寝てください、ただ起きてるよって方はこちらに集合でーすでし、さくらさん、ありがとう、結婚して Thank you ありがとうございます。大丈夫？待って、ちょっと、こんばんは。なんか雰囲気ありますね。雰囲気？雰囲気ありますか？二度目の夕飯2時まで起きてる？本当？まあね、今日はあの、ちょっと誕生日イベントに出させていただいて、今日は初日なのでね、今日からも約1週間みんなよろしくお願いします。ち
っと今回のイベントは1位をね目指したいなと思っております。誕生月なので誕生日自体は27ですが1週間楽しんでいきましょう。みんなこんばんは。で、さくらさんありがとう、ハートも Thank you ね。じゃあちょっと一旦ね終わりにしたいと思います。壇上の方をお呼びするね。13位八王子のたけさん、12位がひろのりさん、11位が鈴糸さん、10位がもとゆきさん、9位がたないさん、8位がしろくまさん、7位がてばさん、6位がひでさん、5位がじゅんさん、4位ががっちゃん、3位がマーク、2位がこたろうさん、そして1位がめでたいさんでした。ありがとうございます。みんな大事上がってない、みんなもありがとう。ちょっと今回のイベントでは午前中とかね、お昼にできそうな日はお昼とかもやろうかなと思うので、それもよろしくお願いします。パチパチ Thank you みんな。ありがとね。じゃあまた11時半にお会いしましょう。皆さんお休みの方はお休み。おたろさんありがとう、ハート。Thank you ね。ジュンさんも車ありがとう。じゃあみんなまた後でね、ありがとう。またねー、バイビー、ありがとう。